国民の数、これから30年から50年ぐらいで8000万人から6000万人ぐらいに減るじゃない。この国の今の体制っていうのは1億人から1億2000万人ぐらいが十分な福祉を受けて暮らすのに必要な国家予算とサイズ。国家予算を縮小することはこれまでの50年間の流れから見て日本の政府って一回もできたことないんだよ。 ということは、こいつらは今までにダイエットに関して一回も成功したことはないやつだというふうに思っとけばいいよ。だから増税しか考えない、つまりもう食うことしか考えてないわけだよな。おぼろづきさん、女性十代ですね。YouTube を無料で見てくれている方です。岡田先生、こんにちは。いつも映画の分析動画などを楽しく見させていただきます。最近 Twitter や YouTube なので。 若者は今後日本は衰退していくだけだから海外に移住できるようにしておこうのような謳い文句で英会話アプリなどを進める CM や広告アカウントを見かけるようになりました。いうの結構多いんですね、えー。私はこの「日本は終わった感に心がやられています。 この病状はどうにか治していくことはできるのでしょうか。また今後日本で行くことは苦しくなってしまうのでしょうか。えー、拙い文章では申し訳ないです。答えてくださると嬉しいです。おぼろずさん、女性十代ですけども、まずあの大きい話で言うと人口がね、こっから先日本というのはどん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 減っていくんですよ。でそれはもうあの変わらないことなんで経済的には。 良くななるはずがないんですね。人口減っていきますからだって国民総生産がどんどん減っていくわけですからただそれはですね当たり前と思っちゃえば僕は案外大丈夫だと思ってるんですよ。なんでかっていうと。 その日本国民の教育レベルいわゆる民度ですね。あの教育レベルとかあと一般常識どれぐらいルールを守るのかという民度はすごい高いしあと安全度もすごく高いし文化レベルもすごく高い日本人はもうほぼ全員が文字が読めてですねである程度の簡単な絵も描けるというです、ね、世界中に見渡してもとんでもない文化レベルに日本人いるのでですね あの日本はまだ30年ぐらいは世界で一番住みやすい国だと思うんですよ、僕、そういうふうに思います、ね。で、それに対しての批判もいろいろあるでしょうあの、この国に比べればこうだああだって言うんですけども総合的に見たら、僕は日本は住みやすい国トップ10どころかトップ3にずっとあと30年ぐらいは入ってると思うんですね。 で、問題はどちらかというと、日本はボーンだめだとか、海外移住するしかないとか、若いやつは海外を常に見ろっていう声がよくあるんですよ。で、それの、まあ、代表的な例だと思っているのはひろゆきなんですけども、ひろゆきは、あの、実はですね、よくよく聞くと違うんですね。あの、ひろはよくよく聞くと、やる気があって稼ぎたいんだったらという前提条件のみで進めてるんですよ。あの、海外行った方がいいですよとか、英語を使ってとかですね。海外で仕事を探した方が手っ取り早いですよっていうふうに。 前提条件としては稼ぎたいんだったら。 っていう条件を一定から話してるんですけどもですね。だからただ聞く側は勝手にその若いんだったら絶対にっていう風に聞いちゃうんですね。あの切り抜きしてる人もですね。その広域の前提条件の部分っていうのを長くなっちゃうからカットしてる人も多いんでですね。広域もですね無条件に日本あの若者は全員海外に移住した方がいい、海外でなんか資格取った方が仕事探した方がいいというのは全然言ってないんですね。住みやすさでは日本すごくいいしご飯もこの値段にしてすごい美味しい。 という,ふうに言ってますすすんんででで彼もですねアガペン7さん10代男性 youtube 無料の方です最近政府が不妊治療に関して保険適用範囲を広げたり補助金を拡充したりするというニュースがありました僕はあまり納得できません不妊治療に多額のお金をつぎ込んだとか不妊治療でどれだけ苦労したかなどが語られますでもなぜ彼らはわざわざ多大な手間と時間とお金をかけてまで自らの手で子供を作るということにこだわるのでしょうか 養子縁組とか、地域の人の子育てを助けるとか、地域の子供向けの行事を手伝うとか、まあ子供と方が関われるはずです。まだ成人もしておらず結婚もしてない僕には何かしら重要な試験がかけているのかもしれません。岡田さんはどう思われます国家が不妊治療に対して出資すべきかどうか補助すべきかとどうかなんですけども、僕はあの国があの国民を増やすことに援助するのは OK だと思うんです。 国民を増やすね。国民がどん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 減っている、人口が減っている時代ですから、何とかして人口を増やそうという活動を援助を国がするのは OK だと思うんですけども、しかしその増やし方自体にですね、口を出すのはですね、僕は割とあの、反対ですね。えー、まああの、僕があの、その不妊治療に関しての考え方を言うと、あのー、基本的には出資しなくていいと考えてるんですよね。あのー、それよりも、 クソみたいなダメなシングルマザーであっても、妊娠さえしたら子供が成人するまで毎月育児手当を出していいというふうに思ってるんですよ。で、その金でそのクソみたいにダメなシングルマザーがホストクラブに行こうがパチンコ行こうが、あの、国は干渉すべきではない。その使い方に干渉すべきではないと。で、しかしその子供が母親のことを嫌がって逃げる場所というのはちゃんと作っとこうと。その程度にです,、ね、すに僕は考えています。あの、 人口を増やすんだからその増やし方にまで国はいちいち関わったルールを設けるはべきではないとそれよりも何だろうなダメな母親が子供を作れるシステムですか親がダメなままで子供を作れるシステムの方が大事だと思うんですよねだから逆に言えばどんなにね気の毒で善良な夫婦でもあっても不妊治療に国が補助金を出すのは僕は反対ですねあの どちらかっていうと、そういう夫婦はですね、自分が子供、産んだ子供しか愛せないような、なんかこう、親だということで、肩身が狭い思いをすればいいんじゃねえのというふうに思っちゃいますね。それがその、国家としてのポジションでやるべきことだというふうに僕は思っています。えー、それぐらいしないとですね、人口というのはね、あの、増えないとは思うんですけどね、不完全な親を認めて、不完全な教育を認めて、不完全な家族っていうのを認めるのと同時に、 完全な家族だけを作りたいと思っている人たちっていうのを、まあまあ、そうも言ってもっとになだめるような仕組みにする方が、僕は、あの、近いと思ってるんですけどもね。えー、なんかね、あのれ、劣悪なね、育児環境でもですね、バンバン子供が生き抜ける仕組みを作った方がいいとは思っています。あの、多分、望んでいるような回答ではないと思うんですけど、すいません。<laughs> ダウン症の子供を産むことは悪 えらいこと聞くな。ああ、その話題かって書いてるけど、それはなんかあるの最近の評判の話題で。ネットで話題。あ、東尾さんのやつだ。はいはい。石田さんの奥さんが、はい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 。遺伝子検査進むと確実に進まない人増える。うーん。これ正直な話言っていいこれ、俺の意見だよ。えー、俺、自分の子供がダウン症だったら、あの、嫁さんにおろせって言うよ。おろせっていう、命令系では言わないな。おろそうよって言うよ。 だって、それってさ、産みたいって親のエゴじゃないのうん、ダウン症の可能性があったら、卑怯かもわかんないけども、俺その場合は、生命、人間とか生命の定義をもう法律に委ねるわ。つまり、法律で、えっ、ー、と、受精して何ヶ月後からは人間になるから、それ以降は、打体が認められないというリミットあるじゃん。その前だったら、ああ、なんか、ダウン症の可能性があるのか、だったら下ろそうよっていうふうに、俺は言うな。 だ、それを無理して、授かった命だからっていうふうに考えるのは、本能や遺伝子レベルでは正しいのかもわかんないんだけども、文明人の作法じゃないなっていうふうに僕思うもんな。それはなんか、どれぐらい今 <laughs>、ネガティブなコメントが流れるか <laughs>、ビビりながら <laughs> 思ってんだけども、言っちゃったか。宗教的な理由がなければそうだね。うーん、宗教的なな。で、だからといって、 あの、ダウン症の子供を持っている親御さんとか、そういうふうな障害が子供にあると思いながら、産んだ人に関して、俺、エゴだよって言ったんだけども、エゴを押して子供を作ろうとか、あの、産もうと思ったんだから、それはなんか頑張ってほしいと思うんだけど、でも、自分事としては、それを頑張りよう、世の中に広げようとか、みんなもこれで、えー、同じようにやってくださいなんて間違っても言いたかないな。なんか、この世界ってさ、残酷さが、 本質の一面でもあるじゃん。だから残酷な本質があるからこそ、それに対する愛情とか思いやりっていう幻想を僕らは持っていて、その幻想が見えた時に僕らは希望を持って、残酷さの本質が見えた時に僕らは絶望する。この絶望と希望の間で動いてるわけじゃん。本質は残酷であって、で、愛情とか、なんだろうな、優しさとかつながりっていうのは希望だって。これは本当に僕、現実だと思うんだよ。で、この世界はさ、もともと、この世界って言い方も大冗談に被るんだけども、 子供って生きてる限り、女の人が生きてる限り、6人から7人出産して、まともに育って成人を迎えるのが4、5人。つまり、生まれてから成長するのが6割とか7割というような状態が人類という種に対しての、なんかこう、セッティングなんだよ。つまり、えー、ちゃんと生まれて健康に育って育ち切りますっていうのを、 100人子供がいたら100人とも全員育つようにはこの種はできてない。人類という種はできてない。もっとその中で3歳とか4歳ぐらいまでにパラ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 死んじゃうっていうのが当たり前の世界で僕らの世界というのはセッティングされてるんだ。で、それを科学の力で今伸ばしてるわけだな。ぶっちゃけ。科学の力で 本来だったら生まれてすぐに死んじゃったような子供でも未熟児であっても何とか生かそうとするし生後何ヶ月とか何年でパッタリ死んじゃったような弱い子も医療の力で何とか生かしてると。それは素晴らしいことなんだけども同時に僕らの世界はすごく生きづらい人たちっていうのを生かすようにしてると。これが福祉が巨大になっているまああの理由でもある。福祉が巨大になっている理由っていうのはぶっちゃけ乳児。 生まれてきた乳児を全員成人させようっていうような超福祉国家であるからこそ、えっ、ー、と、それらの人々に対する配慮とかフォロー体制っていうのがどんどんお金も手間もかかってると思うんだよ。これ、俺はな。で、さっきのダウン症の話、具体的な話に戻るんだけども、なあ、なんか本当になあ、こういうふうな話するのは、俺なあ、多分1対1とかで聞かれたり、ここで見てる人がさ、 この吉祥寺のこの事務所に来たら本当に何ぼでも言えるんだけども、これをなんか何万人かが見てるような場所で言うのはめっちゃ怖いよな岡田さんは心臓の病気があった。うん。これあの先天的な心臓の血管があってさ、心臓弁膜症っていうやつで、で、これもあの生後1年生きれるか生きられないかっていうふうな血管だったんだよ。で、それを、まあ生まれてから分かったんだけども、生かしてくれたのは親の頑張りだし、それは感謝してるんだけども、だからといって全ての親が そんなことできるとは思えないしな。でうん、何よりも親の人生って子供のためにあるんじゃないよ。その親の人生は子供のためにあるっていうのは美しいし、かっこいいし、俺はなんか感動はするんだけども、でもそれを当たり前にしちゃったら全ての人の人生がなんかあまりにもつまんなくなっちゃうだよな。と、俺は思うので、あのー、子供がダウン症とか先天的な結果を持ってたら僕は 自分の嫁さんだったらもう産むのをやめようよっていうふうに言うし、友達に相談されたら絶対にそれをやめた方がいいよっていう。で、後で恨まれても、なんか何年か経って、いやあなたはなんか私を殺そうとしましたねっていうふうに、その子供当人に言われても、俺は言うわな。難しい問題だな。選択の機会を与えられるべきってことか。うん。そうだね。親に選択の機会が与えられるべきで、それを無意味に周りの社会とかが頑張れとか、なんだろうな。 生まれてくる命の可能性を奪うとは何事かっていう権利はないと思うんだよな。俺本当にそれは。それは、そのリスクを、なんだろう、全部、親っていうのはさ、取らなきゃいけないわけだから、励ますんだったらともかく選択肢を狭めちゃいかんよ。頑張れって言うんだったら、頑張れ、私も何々しますだったらいいよ。例えば、 いや、ダウン症なんだよって。いや、頑張って産んでよ。私もなんか手伝えることがあったら手伝うからさ、ここまで行ってワンセットだと思うんだ。最低限。でも、そうじゃないのに、えって、と、だから、でも命なんだからっていうのってさ、それはさっきも俺言ったんだけど、文明時の作法ではないと、俺は思っちゃうな。消費税、消費税、消費税。消費税3回連続ですか消費税、消費税の何が聞きたいと。聞きたいとか考えようかっていう話だよね。消費税上がっちゃうんですよね。まあ 上がるとは思ってたんですけども、多分最終的に25%ぐらいまで行くんでしょどうせ。20%超えて25%ぐらいまで行かないと、今の日本の国債の赤字から考えてどうにもならなく、いやー、やめてって。いや、だって、それ以外に方法ないじゃん。今ね、60歳以上の人たちの所得が、 800億円ぐらいとかっていう,うに言われてるんだけども、あ、800兆円ぐらいか。言われてるんだけども、その人らが、まあ、多分この30年以内に死ぬとするよね。で、もう相続税100%かけちゃったとしたら、そしたら800兆円ぐらいは国の金庫に入るんだけども、これから30年でまた赤字、もうちょっとぐらい増えるだろうから、1000兆円超えて2000兆円ぐらいになるんじゃないのかな。もう俺はくるびつるしかなくなる。う消費税20%から25%ぐらいにいっちゃうと、 確かにね、職のない僕ら、貴族になりたいので雇用貢献しない。そうだな。維新か相続、ああ、そうです。大阪維新の会の公約の一つに、あの、相続税100%というのがあって、あれ面白かったよね。なので、そ、そこを話してくれと言われても。みんなもうこれ考えようがないと思うよ。あの、消費税に関しては <laughs>、正直、なるようにしかならん。相続税増やしても海外に逃げそう。いや、ないんじゃない <laughs> 相続税増やして海外に逃げるって言うんだったら、まあそういう人もいるだろうけども、大半の国民はそうしないと思うよっていうのは、今あの相続税というかね、遺産がっぽり持ってんで死んじゃいそうな人たちっていうのは、身寄りがない人かもしくは、あの、お金残したい人が誰もいない人っていうのが結構多いって僕は聞いてるんだわ。なので、 相続税100%になっても、だからといって今から住み慣れたところを離れて日本以外の国に行ってそこでなんかやってっていうふうにあんまならないんじゃないのかな。ぶっちゃけ半分以上は日本に残ってしまうと思うから、有効は有効だと思うんだけどね。だから相続税100%にすると、えー、富裕階級は日本を離れてしまって余計日本は困るぞって言ってんのは、 ただ単に相続税を増やされたら困る人が言ってんじゃないとか。そういうなんか防衛戦じゃないかなというふうに僕は見てるけどね。案外、この日本に住んでる人間っていうのは動かないと僕は思う。で、動く人は、ただ単に会社の所得税が高いとか、個人の所得税が高いというので、もうすでに動き始めてるからさ。そういうふうな人たちはもうね、ほっといても、外へ出ちゃ、出ていっちゃうだろうから、相続税を上げる。実質100%にするというのはそこそこ僕は有効な手段だと思うな。 僕自身は相続で100%されても全然嫌じゃないけどね。あの、自分の娘とか子供に遺産残そうとか欠片も考えないし、僕も遺産なかったし、それが健全な姿だと思うんだけどね。あの、よく、えー、自分が住んでいた家とかを子供に残せないのはなぜだって言うんだけども、なぜだもくそもそんなの方がおかしいだろうって <laughs> 思っちゃうし、自分の住んでる家がそんなに欲しいんだったら、その子供が頑張って働いて親から買い取りゃいいじゃんとかっていうふうに考えるんだけども、 多分この俺の考え方はかなり日本でもマイナーな方だと思うんだよね。あの、財産がないからそういうふうに考えるのかな。消費税に関しては僕はこれは20%か25%だろうなっていうのはもう落としどころ多分消費税しかないから仕方がないと思ってるし、で消費税そんなに取られたらみんな多分馬鹿らしくてお金でもの買わなくなっちゃうだけだと思うんだよね。地下経済化っていうのかな。あの、評価経済って言っても何と言ってもいいんだけども、ただ単にみんなが 日本の円っていう通貨を使わずに物を動かしたりするようになる。どんな方法かは多分これからいろんな人、頭のいいやつから頭の悪いやつからずるいやつからいろんな奴らが一斉にこれ実際に経済というよりは物々交換に近いようにという形を考えちゃうと思うんだよね。で、それをネットが無限に広めてしまう。で、そうなったら相続税取れないからますます日本のなんだろうな国家経済は頻発化していく。 だどうなるのかその、どうなるのか自体に興味はあるんだけども、消費税が何パーセントになるのか自体に、実は僕そんなに興味ないんだけどね。みんなも、こっから先消費税がどんどん上がっていくっていう、とんでもない面白い時代だから、<laughs> なんかそっちの方が俺は楽しいと思うんだけどね。お金の通用しない社会どうなるのお金の通用しない。その社会がどうなるのかっていう像は、俺多分ね、そのうちの一部は見えるんだけども、なんかその多様性は恐ろしいよ。 物持ってる奴の価値。物持ってる奴はさ、物持ってる奴でその物しか持ってないわけじゃん。だから、それが流れない限りいいことってないわけだよね。経済みたいなもんで。で、これまでだったらそれを物を一回お金にしてっていう形でやってたんだけども、それでなくなっちゃう。それ以外の方法をみんな考えるようになるから面白くなると思ってるんだけどね。どうせ代わりの通貨にも税金かかるよ。いやー。だって税金かかるのって国家だろ 国家とか政府の対応の遅さってみんな知ってるじゃん。で、代わりの手段を考えるときの民間のずるさや素早さっていうのはみんな知ってるじゃん。<laughs> これで、ね、国家追いつけないって絶対に勝ち目ない勝ち目ない。だって俺がさ、岡田園っていうのを発行してもう本当に極端な話だけども。で、岡田一園は日本一園と同じ値打ちだったよう,うに、 勝手に発行しちゃったら、そしたらそれに関して課税とかできると思うよ。そういう通貨丸出しなことをやったら課税できると思うんだけども、いや、誕生日なんですよ。あなんかくれる人持ってきてくださいって言って持ってきてもらって、で来た人は全員自分のフェイスブックのアドレスで後でコメント欄に残してくれて、僕はそのコメントを見といてで、その人らに対してなんか自分の本が出た時にお礼でなんか送ってみたいなことをやり出してしまったら、それってある種の物々交換というか、その何かもらったものに関して自分の方から何か、 返すってことだけだよね。で、これってもう絶対に税金かけられないんだよ。かけられないというか、それは仕組み的にかけることができるかもしれないよ。でも、そんなものかけられた瞬間に、また俺違う方法を考えるだけだもん。そんなことを、なんだろうな、個人がどんどんやり出したらどういう,うになるのか。で、これは、じゃあ俺がお岡田と一緒って有名人だからそんなことできるのかって言ったら、そうじゃなくて、いや、俺、お米持ってんですよね。で、お腹空いてる人、 いたら分けますよっていうふうに言って、で、だいたい吉祥寺のなんか、井の頭公園の前のスタバにいますって言って、さあ、座ってると。次に、じゃあ、すいません、あのもう、Facebook 見たんですけど、お米くださいっていうふうに言われた時に、じゃあ君 Facebook のアドレス持ってるの見せてって言って、見せてもらったら、そいつはもうただ、確かに Facebook をもう5年以上やってて、それなりのもう仲間っていうのがいて評価があると。じゃあこいつ安全だろうと思って、じゃあ米あげるよと。交換とか言わないんだよ。 あげるよって言って、だいたいこの米だったら何円分ぐらいの値打ちだよねっていうのをお互いに確認していったら、そしたらそいつは多分何か返してくる。で、何か返さなかったやつは多分、米をあげた人からのネガティブ評価みたいなものがついてしまって、他の人からも何ももらえなくなってしまう。で、こんなね、悠長なことって、ネットがある前だったら無理なんだけども、ネットがあったら、これもリアルタイムで成立しちゃうわけだよね。で、こんなものに税金とかかけれない。だから、なんか消費税の問題っていうのは僕は割と、 深刻かもしれないんだけども、あれってさ、なんか政治家の人らとかマスコミの人らが騒ぎたいから騒いでるだけであって、消費税が上がるのはもうしょうがないし、で、上がるからといって国の財政が良くなるなんてことは全然ないっだね。だから騒ぎだけ起こす、なんかなかなか難儀なもんだろうっていうふうに思ってるな。しょうがなくないぞ、上がるのは問題。だから、 上がるのは問題って言ってもさ、その大前提の、えー、国の赤字っていうのがどういうふうにするのかっていうのがあるんだろうで、国の赤字っていうのは、国っていうのはさ、俺らが、なんだろうな、選んだ政治家が運営してるんだから、俺らの赤字じゃない。国の赤字って言ってるんだけど、それは、日本国民国家なんだからさ、日本国民全員が1000兆円ぐらいの赤字持ってんだろうで、それに関しての支払い方なんだから、それは消費税上げるぐらいしか多分ないよ。うん、なん相続税100%にしても多分、なかなかそれで取り返せないからな。 というふうに俺は思ってんだけど。だから、そこで、うん、あんま揉めても益はない。消費税取るんだったら取る。で、なんとか税、あの、所得税上げるだったら上げると。それは仕方がないんだけども、どうするかでしょだから、なんかね、多分原発問題と考え方似てると思うんだよね。俺、個々の原発で今反対とか、今再稼働どうかっていうよりは、これからあの原発業界にどんな人材を送り込むのかっていう方が、ポイントだと思うのと同じように、なんか、増税、 とか、もう減税なんか無理に決まってんのか,からさ、増税するんだったら増税するで、どんな増税するかっていうのもあるんだけども、そういうのをデザインする奴らに僕らがどういうふうな人材を送り込むのかと、込みの考え方なのでな。黒字にする必要があるの。いや、ないない。国民の数、これから30年から50年ぐらいで、8000万人から6000万人ぐらいに減るじゃない。で、 この国の今の体制っていうのは、1億人から1億2千万人ぐらいが、十分な福祉を受けて、十分な福祉っていうのに関して突っ込みなしな、今。<laughs> 十分な福祉を受けて暮らすのに必要な国家予算とサイズなんだよ。それが縮小しつつあるから、国の予算が赤字になってんだよな。まあ、大きい流れで言うとそうなんだ。これを縮小することはできない。あの、国家予算を縮小することは、これまでの 50年間の流れから見て、日本の政府って一回もできたことないんだよ。予算の縮小っていうのは。ということは、こいつらは今までにダイエットに関して一回も成功したことはない奴だというふうに思っとけばいいよ。自分の努力でダイエットが成功したことがないような奴らだと思っときゃいい。で、えー、だから増税しか考えない。つまりもう食うことしか考えてないわけだよな。自分たちの体系を維持するにはとか、もうなんかこう、絶対に夜ご飯が食べたいんです、おやつが食べたいんですって言ってお金取ることばっかり考えてる。なので、 なんでしょうね。俺たちは多分ゆっくりと税金を払わなくなりつつあるよな。物を買わないっていう消極的な手段であれ、部屋をシェアするとかさ、物をシェアするみたいな形で、どん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 消費をしなくなってきてるから、多分どんなに増税されても僕らの消費しない、お金を使わないライフスタイルの進行速度の方が早まっちゃうから、いずれその国家というのは破産はしないだろうけども、壊滅的なダイエットを <laughs> することになると思ってるんだけどね。政治家の給料は以上。 いやいや、政治家のね、給料が異常じゃないんだよ。あれはあいつらあれぐらい高くていいよ。政治家の人数が異常なんだよ。あんなにいらないって、あの、いてもろくなことないじゃん。俺ゃあの、政治家はね、持っている責任範囲とかから考えて、別にね、あの、年収1億でもいいと思うよ。その意味では、サッカー選手とか野球選手の方が政治家より給料高い方が絶対に異常だよ。そんな、そんなのなんか非文明国のなんか象徴だと思うんだけどね。 消費税は上げるべきか。上げるって言ったらさなんか今消費税上げて楽しようとしてるやつを助けるみたいで悔しいよななんか悔しいっていう言葉にしかならないんだけども消費税上げなきゃいけねえのは分かってんだけども消費税上げることに賛成ということで今消費税上げることで自分たちの足場とか 自分たちの生活を守ろうとしてるせっこい奴らがいる、るせっらがわわけだわな、<laughs> 言い方なんだけども <laughs> そいつらの見方するのがどうにも悔しいんだけどもただそういうのを抜いて国家30年とか50年という中期のビジョンを考えたらそれは上げざるを得ない。で消費税を上げると消費が冷え込むからさっき言ったこれから貧乏な国になるということの助けにはなるし消費税を上げてしまえばみんなが金を使わなくなって より物々交換とは言わないんだけども物と情報との交換みたいな社会に近づくから、まあ、構わななな。いかなとは思ってんだけどな自分自身が消費税上がったら多分お金使わなくなってで消費税を使わなくて物が手に入る方法つまりお金というバイパスをへずして自分が欲しいものを手入れる方法っていうのはみんな一斉に模索しだすだろうからなんかこうちょっとざまあ見ろって思わないこともないけどな。 なんかな、なこういう話する時ってすぐに、原発どうするとか、消費税どうするっていうのって、確かにすごい大事な問題だけども、俺、太い枝の一つでしかないと思うんだよな。幹の問題っていうのを触らずして、あんまり太い枝の話してもしょうがないと思っちゃうんだよな。俺、あの橋本さんの大阪市長のやり方っていうのは、幹のことを語りながら、太い枝のことをこう次から次へ語ってるという。 なんかトリックみたいなものが見えてちょっと変だなと思ってんだけどもそれでももっと細かい枝のことばっかりいっぱい話すこれまでの旧来左翼みたいな人らよりはましかなっていうのはなんかね手品師と詐欺師のやり取り見てるみたいな感じで <laughs> 見てんだけどね。ミキとは何かいや幹とは何かっていうとこの世界がこっから先どういうふうになっていくのかっていう話とどういうふうに落としていこうかって意思の問題と両方だよ。だからこれかからどういうふういいいになっていくのかっててくの 俺らの意思と関係ないもので言うと、世界はゆっくりと所得が水準平均水準化していって、で貧乏と金持ちの格差が徐々になくなる一方で、超金持ちと超貧乏は出てくる。と。つまり、中間層がいなくなって、ほとんどの人間が超貧乏に近づいていきながら、一部の超金持ちができる。でも、その超金持ちっていうのは、多分階層化せずに時々入れ替わると。と同時に、老人人口がどの国も 徐々に徐々にここから50年ぐらいで増えだしていって最終的には日本みたいな社会になるこれがこうなっていく社会だでこれは僕らの意思と関係なくなっていくんだけども僕らがこういうふうにするとか意思を持ってする社会っていうのはそういう社会が来るのか分かってながらじゃあどうやって貧乏でも楽しい国を作るのかっていう作る方法だからミキの話っていうのはなんかそっちの話だな僕にとってはなんかすまんないこんな話ばっかりして。 マリオのゲームオーバーみたいなもんでああ終わっちゃったーっていう感じに近いと思うんですよね。